ガブリエル・テイラ・レーバスは、ウルグアイの弁護士、政治家。元ウルグアイ大統領。1895年に、共和国大学を卒業後弁護士となり、後に政界に進出。クラウディオ・ウィリマン大統領及びバルタサール・ブルム、大統領時代には閣僚を務めた。1917年には、憲法制定委員会のメンバーとなり、 1925年から1930年にかけては大統領と並んで国家運営に携わる国家運営理事会のメンバーとなった。経済と外交に明るくコロラド島に属してはいたが、当主であったホセバージ・ジェイ・オレドニエスとは政治的姿勢をことにしていた。当時のウルグアイでは1918年憲法で定められた大統領と 国家運営委員会からなる二元的行政制度を採用していた。しかしその制度は1929年の世界恐慌によって経済危機を深めるウルグアイにあってその非能率性を露呈していた。テーラは当初より18年憲法に反対しており、1931年3月1日より1935年までの任期で、 ウルグアイ大統領に就任した際も国家運営委員会の廃止を企てていたがコロラド党内には反発も多かった。そこでテイラは1933年に警察、軍隊及び国民党多数派の支援を受けクーデターを観光した。議会を解散しマスメディアへの検閲を行い保守的、権威主義的、反、バジスモ的な独裁政権を敷いた。 大統領に権力を集中させる新憲法を制定し、1934年には大統領に再選され、1938年までの任期を務め上げた。任期中の出来事としては、輸入代替工業化の進行、様々な公共事業の実施、親ファシズム勢力政策からのソ連との国交断絶、スペインフランコ政権の承認、反対勢力による、 テロ攻撃及びその鎮圧などがある。1938年に同じコロラド島の民主派アルフレド・バルドミールが選挙で勝利するとウルグアイにおける強権体制は定着しないまま辞任した。ありがとうございます。